という曲で、スコット・ジョプリンのラブとかラグタイムがすごい売れるきっかけになった感じの曲です。なんか当時は、まだ録音技術とかがなかったので楽譜で音楽が流通していたんですけど、調べたところこの楽譜、メープルリーフラグの楽譜は半年で7万6000部とか売れたそうで、ものすごい大ヒットして、スコット・ジョプリンの生涯の映画があるんですけど、それを見たところ、この曲の時小さい子からお年寄りまですごいダンスしてみんな楽しみながら聴いていたっていう感じの場面があるすごい楽しい曲です。この曲を弾いて